はい、北島アカーテックスのケンピーです。フッセです。違う、なんかフッセの方がいい。あ、確かにナチュラル、ちょなんかそんな感じは立ち位置的にもこっちフッセ、フッセですね。叩かれていいですか。和田です。はい、今日は深浦担当の和田コーチに来ていただきました。すいませんね、なんかフッセじゃなくて今日和田で、はい、今日和田コーチで我慢しがたいですよ。お願いします。結構和田コーチ、あのカット TV にも出てもらってて、で、痩せました。どうか。どう見せる。まあ、カメラで映るかわからないけど。ちょっとまあこうやって締めてるっていうのもあって、ちょっとなんかあのメタボっぽく見えるんですけど、ただ締めてるだけですよ。大体あの締めたら出ますから、あの皆さんもやってみてください。一回あの和田コーチがしごかれた方が、あの EMS トレーニングで上がってるんで、あまり視聴されないので見てみてください。見てあの視聴回数伸ばしてみてください。しんどそうでしたけど、はい。じゃあ今日はメタボっていうことで。メタボってどこですか。じゃあ今日痩せるっていうやつですね。あ、今日痩せる企画じゃないですか。あ、じゃないですよ、ね。今日あのバタフライのあの解説動画を一回和田コーチに上げてもらって、で今日はですね、そのバタフライの第一キックと第二キックについてちょっと詳しく聞きたいなと思って、今日は動画を回させていただきます。はい。で、まあ第一キック第二キック、まあいろいろカット TV でもあの解説してる動画あるんですけど、まあ詳しいちょっと足の動きの違いだったり、どんな動かし方、まああとはタイミング、手と足のタイミング取り方とか、もう少し説明入れていただけたらなと思っているので、まあバタフライのスペシャリスト、カット TV のスペシャリストですから、バタフライ。持ち上げたところで何も出てきませんまあそうですね、まあ、第1キックと第2キックって、まあ、その全く違うキックの、形動きになってくるので、まあ、その辺のちょっと説明を、まあ、できるだけちょっと簡単にシンプルに、あんまりこう難しくなりすぎないように、まあ、説明ができればいいかなと思っております。泳ぎましょうか、実際に。はい、お願いします。最近よく泳がされるんですよじゃあ頑張ります。はい、痩せてもらうために、はい。チャンネル登録してね。はい、じゃあそれでは、今から第1キックと第2キックについてちょっと簡単に解説していきたいなと思います。あの第1キックは、まあ、どういった、まあ、役割があるかっていうと、まあ、その体重を前にかけるっていうところですね。まあ、皆さんもご存知の方いらっしゃると思うんですけども、まあ、やっぱりこうお尻を上げたりとか、第1キックを打つことでその後足を浮かしたりとか、その足が下がったままにならないようにするために、その第一キックを行っていただくのが、まあ、一つ役割になってくるんじゃないかなと思います。なので第一キックの時はお尻を上げるっていうところですね。じゃあそのお尻を上げるところ、どういうふうにすればお尻が上がるかっていうと、股関節曲がってますかっていうところですね。例えば股関節、この足の付け根のところなんですけども、この、股関節がもうピンとまっすぐ伸びちゃってるとお尻上がらないんです。要は膝の関節だけでキックを打とうとするとお尻は浮いてきません。なので、ちょっとだけ股関節、この足の付け根を少し曲げるようにしながらキックを打つことでお尻を上に上げてあげる。これが第一キックの、まあ、結構重要なポイントになってくるのかなと思います。じゃあ実際にちょっと僕第一キックを、まあ、ストリームラインキックで打つのでちょっと見てみてください。今キック打った後にお尻上がってるの分かりますよね。ちょっとね、アクアラブはこういう風にこも送りができるんですよね。キック打つ瞬間、ただ膝関節を曲げてるだけじゃなくて、軽く股関節、まあ、キックを打つ時に股関節、ここの関節少し曲げるようにしてからキックを打つとお尻がポンと上に浮いてくれます。まあ、この股関節と膝関節、まあ、大体同じぐらい曲げてキックを打てると、あのこういうふうにお尻を上げて下半身が結果的に上がってくるという動作につながってくれます。お尻上がった後こうやって足も浮いてきますよね。まあ、この形が作れていれば、体重も前にかかって前に進めやすい、まあ、楽なバタフライが、作られやすくなります。であと余談ですけどもね、キック、その第一キック打った後、あまり上半身が深く入りすぎちゃうと
あの深く潜っちゃうんで、まあ、ちょっとこう前回僕がバタフライの時にお伝えしてた、ちょっとこう胸を反らしてあげる、胸椎を反らしてあげると、まっすぐ前の方に進みやすくもなってくれます。これはぜひ試してみてください。じゃあ次、第2キックについてなんですけども、その第2キック打った時に、まあ、呼吸しないといけないっていうことで、あの頭とか上半身を上に上げないといけないですよね。で、その、頭を上げないといけない時に、さっきみたいに股関節曲がってしまってると、まあ、お辞儀してしまうんで頭が深く入っちゃうんですよ。なので次は第2キックの場合は、股関節ちゃんと伸ばした状態で、まあ、ほとんど股関節だけ曲げてキック打つような感じになります。つまり頭から膝までが一直線の状態で第2キックを打つっていうのが、ベストになりますね。はい、じゃあ第2キックやってみましょうか。はい、じゃあ次は第2キックですね。今こう第1キックと第2キック交互に、打ってます。さっきの第1キック、股関節曲げて打つキックと、次こうやって上に上がろうとする時のキック、こっちの方が第2キックなんですけども、この時はあまり股関節を曲げないようにしています。で、あとはそのどうしてもお尻上がってしまう人っているんですね。あの第2キックにしようとした時に股関節曲がってお尻が上がってしまう方いらっしゃるんですけども、その時の、まあ、ポイント、コツとしてはちょっと軽くお尻を締めた状態でダニキックを打つと、そんなにこうお尻が上にポンってこう浮いたりすることは抑えられます。まあ、基本的には、ダニキック打つ時はお尻から膝までがほとんど一直線の状態にして打つことが大事ですね。まあ、飛行機 の、 あのテイクオフみたいな、状態を作れると、あの頭が浮きやすくもなりますし、で上半身がポンって浮いてくれば手も回しやすくなると思います。なんでテイクオフね。テイクオフってなんか漢字だったのかなと思って。え、カタカナでいいんじゃない？カタカナです。テイクオフ。ちょっと滑舌が荒かった。はい、バタフライ、ですね。はい、手が入水するときに第1キックを打って、で大体プッシュぐらいのときに第2キック打ちます。まあ、このがあの第1キック第2キックの、タイミングになるんですけども、先ほど説明していたこの第1キック、ちょっとだけ股関節曲げてから打つキックと、股関節まっすぐに伸ばして打つ、第2キックと、はい、違いが、お分かりでしょうか。まあ、ちょっと私のスイムの特徴としてあんまり関節を曲げないっていうので、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、まあ、こういうふうにちょっとした変化をもたらせて、第1キックと第2キックの区別をつけております。第2キック、まあ、先ほどもあのちょっと説明したと思うんですけども、ここの第2キックの時に股関節曲げちゃうとお尻が上がっちゃって頭を上げるタイミングが遅れてしまいますので、できるだけここはちゃんとまっすぐ保って第2キックを打てるようにしていきましょう。まあ、前回結構第1キックの方ですかね、説明してたので、まあ、今回ちょっと強く第2キックの方、説明すると、そんなところかな。でもそうですね、映像を見るとすごい分かりやすいと思います。その股関節曲がってる角度の違いを見ると一目瞭然だと思うので、皆さんもちょっと第1キックと第2キック、ここをポイントに差をつけて練習してみるといいのかなと思います。ただ、さっき和田コーチ第2キック単体でやろうとしたんですけど、難しいんですよね。第2キック単体でやろうとすると、難しいですね。第2キック単体ってちょっと難しいんで、まあ、第1キックと第2キックを、まあ、交互に行う練習の中で、まあ、股関節を曲げる曲げないっていうのを、まあ、交互にやった方がむしろ分かりやすいと思うんで、それで試してあげるといいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日は和田コーチをお呼びしてというか、和田コーチにお願いして、第1キックと第2キックの動きの違い、動かし方について少しお話ししていただきました。僕はずっとここにいます。そうですね、僕が来た感じですね。お呼びしたというか、僕はずっとここにいますから、ね、そうですね。僕に会いたければ僕は来てます。上からです、はい、はい、ちょっとじゃあおさらいお願いしてもいいですか。はい、
第一キック、第二キックは、まあ、違いがあるっていうのは皆さんご存知だったとは思うんですけども、まあ、実際どういうふうにすればいいかっていう、まあ、使い分けが、まあ、できない方あの多いんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、今日は、まあ、できるだけシンプルに一番簡単なこう区別の方法、まあ、股関節っていうところを、説明していきましたので、まあ、ちょっとこう使い分けをうまくして、まあ、ちゃんとこう第一キックはお尻上げて下半身が浮くように、で第2キックはまっすぐにして呼吸動作、手を回しやすい動作に持っていけるようにしてもらえるといいんじゃないかなと思います。あ、はい、次回は和田コーチにまたお願いしたいなと思うんですけど、楽に手を回す、まあ、ポイントっていうところを少しお話ししていただきたいと思います。まあこういう筋トレを200回してください。そんなの関係でいいみたいな、ね、ちょ再生されなくなるのでやめてください。なんかキャンペーンとかありますか今？あ、そうなんですよ。はい、今ね、こういうあのキャンペーンやってまして、まあ、どんなものかっていうと、実はアクアラブ、まあ、何回か動画で上げてますかね、あのアクアラブのオリジナルキャップがあって、で今この、アクアラブのキャップを購入していただきますと、なんとアクアラブの50分レッスンは7700円でいける。すごいですね。1万円以内ですよね、キャップ変えて、あの50分のレッスンを受けれて、1万円以内で全部収まります。もちろんその、ね、7700円にしたからといって、レッスンが 70% っていう風になるわけじゃないんですけど、ね、ちゃんとあの皆さんにいい、レッスンのご提供させていただきます。はい、はい、じゃあ、この動画が。いいなと思ってくれた方は、高評価といいねを、してください。一緒なんですよ、それ一緒です。みんな間違えるよ、高評価といいね一緒なんですよ。なんだっけ、高評価とチャンネル登録、はい、高評価とチャンネル登録の登録をちょっと最近ちょっとダメだった。いや、あの最近じゃないけど滑舌が良くなる方法をコメント欄でお待ちしてます。そうですね、教えてください、ね、はい、チャンネル登録、高評価お待ちしてます。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。